おはようございます。7月9日、もう9日か。午前5時50分です。今日は割といい天気です。私ジョギングが、またも、ジョギングではなく歩いております。というのもですね、昨日は1日、12時間労働、13時間ぐらいは労働しましたか。大変長く働いて疲れております。実はですね、また実はつってるな。昨日はウニ剥きをやりました。仕事としてですね。視聴者の皆さんの中に、ウニが大好きという方がいらっしゃいますので、ぜひ見ていただきたいのはそのウニを剥いた手でございます。ウニを剥くと手というのはこういうふうに見えますかね。この自分の指を取ってる動画も珍しいかと思いますが、先っちょの方がまだ紫、この、手の指紋ですよね。シワの部分に入った紫はどれだけ洗っても取れません。ウニを剥くと手が、左手もご覧いただけますか、手がちょっとね、あれ日陰になっちゃう。ちょっとこの辺、紫色になるんです。まあこのようにですね、ウニ剥きを頑張りすぎたせいで、頑張りすぎたって仕事ですからね、これでも。頑張ったので、ちょっと昨日はもう本当に倒れ込むように家に帰って寝まして、朝8時半から夜8時半まで、まだ12時間ですよね、仕事でしたから、もう倒れ込むようにして寝ました。ついさっきの5時まで、普段は4時半に起床しているんですが、起きれませんでした。4時半はもう本当にもう泥のように眠りまして、目が覚めたら5時でした。まあしかし、テレ東はとても今日はいい天気。ぜひですね、今日の仕事は昼からですので、なんとか見ていただいている皆さんにも楽しんでいただくため、今日は歩いてでも上の方まで行ってみたいと思います。まあ歩いてでもなんて言って言いながら結局走っちゃうんですけどね、ところどころ。今日はでもちょっとあんまり、足腰が万全ではございません。なるべく走らないように上の方を見学してこれたらいいのかなと思ってます。やっぱりね、これだけ景色がいい島に住んでますとね、なるべく特に天気のいい日は毎日見たいですよね。日に日に違いますので、海岸の様子も本当にいい、素晴らしい景色だよな。いや、住んでますけど本当に感心せざるを得ないというか、感心しますね。いや、それでは行ってまいりたいと思います。ちなみに今日はちょっと風が強いのでウニ漁はなしです。なんで風が強いとウニ漁ができないかというとですね、ウニはですね、資源保護のために小さな磯船に漁師さんが一人乗って、直接こうゴーグルというか水中メガネですね、大きな水中メガネでこう海の中を覗きながら、ボッコを海竿みたいなボッコを海の中に差し込んで、それで
取るんですよね。ウニを一匹一匹取るんです。やっぱり資源保護のためにね、あまり漁場を荒らさないために、いい良さそうなウニを漁師さんがその目で確かめて一匹一匹取るものですから、このように波があっては取れないのです。なのでですね、解禁されて以来先週も全然できませんでしたし、今週も昨日以外、おとといウニ漁やっておりません。なかなか大変なんですよ。カラスはつまんできて食べてますけどね。そういうわけで今日もウニ漁はなしです。それでは行ってまいります。昨日までと明らかに違いますね。もう私の動画をしょっちゅう見てくださってる方であればお分かりいただけると思いますが、ウミネコの飛んでいる場所が少し全体に海側に移りました。これだけの集団で飛んでるとよく分かりますが、昨日までは私のこの体の上空で、糞を降らせまくってたウミネコたちが波打ち際、むしろ海の上の方にいるのです。そしてですね、こちら側に残っているのは若いものだけ。あ、若くないのも出てきましたが、それでもほら路上をご覧ください。もう若いのしかいないでしょう。これ僕が来たからじゃないですよ。僕が来る前からこの上には路上には若いもんしかおりません。あとの年齢いってるウミネコたちは、いや若いのも混ざってますね。でもあちらで飛び、ここにいるヒナたちをさあもうついていくんだよ。これは旅立ちの合図ですね。近いうちに旅立ちが来てますね。ね、明らかに違うでしょ。ご覧ください皆さん、この路上に出ているのはほら、私がこうやって立ち止まれば昨日までは年齢のいった白い鳥、成長たちが来ていたのに、今日からはもうこの若い子だけがいます。しかも若い子の中でも特に飛ぶのが苦手な子が取り残されています。早く混ざって飛び立たないと置いていかれます。昨日、一昨日もずっと私との話してますが、お、今一気にブワーッと行きましたよね。音聞こえました？皆さん、ゾワッとした。今鳥肌ですよ。それこそ鳥を観察してるだけに今一気にドワッと海の方に向かって、何をしてるんだろう。ほら、これはずっと見ているだけで観察せずにはいられないでしょう。ほら、お前たちも行きなさい。行かないと置いてかれちゃうよ。ほら、あ、ここだって。ほら皆さん、あんなにいたのにもう子供しかいません。この広場に残りはみんな海側です。いや本当に
当に鳥肌です。私さっき景色がと言って上まで行くようなこと言いましたが、どうしようこれ、立ち去れないな、しばらく。ちょっと戻ってきた大人が。でももう路上の方までは行きません大人は。ヒナたちは大人のようにすぐには切り替えれないんですよ。だからこう路上でもたもたしちゃってるんですけど、ここをこういう風に撮ることに観察上の意味があんまりなくなってきたような気がします。というのはヒナがあんまりいないので、数がそこに止まってるヒナが、そして沖合に目を移すと、果てしなく海猫がおります。明らかに旅立つ日が来たんだな。もう子供たちもみんなあちらで、あの海の上に浮いてます。ご覧いただけますか。つい先日までは海の上に浮いてる子供は珍しかったので、今はもうみんな浮いてます、海の上に。でそれぞれが、大人が旅立つ合図をするのを待っているんでしょう、きっと。いつでも一緒についていけるように、旅立ちの準備を会場でしています。心配なのは陸上にいる、ちょっとよいしょ、こっちご覧いただきましょう。ちょっと遅れているヒナたちです。昨日までの数と比較になっていただければもう一目瞭然です。残っているのは今年生まれたヒナがほとんど。そして路上の方にはもう誰もいません。昨日まであんなにいたのに。ほら、路上の方にいるのはね、ほとんどヒナなんですよ。ヒナが中心で飛んでいるのは、海側を飛ぶようになりました。
旅立ちは今日なんでしょうか、明日なんでしょうか。いずれにせよ、もうすぐそこ、もう旅立つ日が来たんだな。旅立つ日が一斉に行きます。会場にいる鳥の数が全然違います、昨日までと。風になります。心配なのは海の上に行かないヒナたちです。海の上に行かない、行けない、陸地の方にこう興味を持っているのか、それともまだ成長がそこまで追いついていないのか、飛ぶのが苦手等の理由があってそうしているのか、いろいろ理由はありそうですが、とにかく行かないと、みんなと一緒に行かないとはぐれてしまうと大変ですので、あの辺に水場があるんですけど、一つ気づいたことに、その水場に行く海猫もいないです。今日は今日からと言うべきなのか、水場に行かない、つまりもう旅立ちは始まっているってことですかね。もうこのテレビ塔からの海猫たちの旅立ちは、このやかましい海猫たちの声を聞くのもあと数日のことなのかもしれません。はい、いればやかましいが、いなくなれば寂しいですね。あと何日この声に送られて私ジョギングウォーキングをするんでしょうか。やっぱり結局走ってます。上がってきました。ああ、絶景かな絶景かな。やっぱりここにね、一日一回来ないとね、特に天気のいい日は。今日という日が来た気がしませんな。今日も美しい、ウニ漁はできませんが、天気はいいですね。暑くなりそうだ、今日も。いい景色だね。一応上まで上がってきましたので、今日はとてもいい天気で結局走ってしまいましたが、最初の海猫が長かったのでこの辺でお別れしたいと
思います。途中途中のね景色を入れられず申し訳ありません。一生懸命走ったりしすぎましたごめんなさい。ということで、何がということでか分かりませんね。天気のいい天候からお別れしたいと思います。海猫たちの旅立ちを、見守りたいと思います。皆さん、今日も一日お元気でお過ごしください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ジュン君のバカでした。